今日も自分にグーパンチ、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの PR 担当谷美久です。あと大先生もいます。はい、はい、今日はですね、ここ秋葉原駅に来ております。というのもね、来たる12月の、ポタフェス秋葉原冬がございますので、初めて秋葉原に来られるという方もですね、あのベルサールがここにあるよというのをぜひぜひ知っていただきたく、道案内をしていきたいと思います。はい、ご案内します。じゃあ早速行きましょう。はい、行きます。うん、まずはこのね、秋葉原駅出たらでけえエスカレーターがあるんですけど、うん、これの左側を通っていきます。で、この秋葉原大ビルさんがあるので、はい、下を通っていきます。すると、もうこれですよ。これ。はい。まあ、交差点をまたいだ建物なので、そちらを渡っていきましょう。いや、冬場の秋葉原は意外とビル風とかあるからね。そう、寒いですね。そう、暖かくしてこない場。いけませんけど、逆にね、そう、会場の中とかは意外と暑かったりもするので、その辺のなんかこうすぐパって脱いだりできる上着があったらいいかもしれないですね。というわけで交差点を渡っていきます。はい、もうね、多分この辺まで来てもらえれば、当日来ればもう明らかにやってるので分かると思います。ヘッドホンが出迎えて、そうそうそう、めちゃめちゃでかいオーテクさんのヘッドホンがね、毎回あるので、それを目印にされてもいいかもしれません。渡りましょう。はい、というわけで、はい、こちら秋葉原に到着しました。イエーイ。ここがポタフェス会場1階になるわけです。そうだね、はい、もう全然あの駅からあっという間ですので、そう、もう中から駅まっすぐ出たらすぐ見えるんで分かるかと思います。そうだね、はい、ぜひぜひお気軽にご来場ください。ご来場ください。そして、はい、こちら秋葉原にはですね、はい、この大きな会場だけでなくて、イヤホンの秋葉原店も、構えておりますので、今回はそちらへの道筋も同様にご案内していきたいと思います。はい、お願いします。じゃあこっちから行きましょう。はい、まずはこのベルサールから見て向かって右手ですかね、来たところをそのまままっすぐ進んでいきます。この辺はやっぱりいかにも秋葉原って感じがするよね。しますね、うん、なんかガラガラしてます。そう、ハイニックの独特の表現が出ましたけど、ガラガラしています、ね、ガラガラしてる。ずっとまっすぐです。ここはもうずっとまっすぐだね。秋葉原自体がそういう街みたいなとこあるから、ひたすらまっすぐ進んでいきます。そしたら右手に信号が見えてくるので、こ
こちらを渡ります。はい、じゃあここを渡っていきます。そして信号を渡ったら左ですね。さあ、すると、前の方にね、上等カレーさんとかファミマさんがある角が見えてきますので、こちらを渡っていきましょう。ここ信号がない横断歩道なんでちょっと渡りづらいんですけど、周囲に気をつけて渡ってください。はい、そして歩いていくと、なんと左手に見えてきますはマジアレイさんがありますけど、こっちですね。イエーイ。はい、こちらは買取センターでございますね。こちら買取、そう、ここで不要なイヤホンやヘッドホンなどございましたら買取してもらうことができます。あとはね、補聴器専門店のリスニングラボさんも入っておりますので、こちらでカスタム IM のオーダーをするときの耳型を採取することも可能でございます。リスニングラボさんですね。はい、はい、でここをそのまままっすぐ進んでって左に曲がります。はい、曲がりました。あ、またオレンジ味のある看板が出てますね。おなじみのイーヤオレンジ。というわけでこちらが神田8ビルです。イーヤホンが7階8階に入っております。はい、着いた着いた、あっという間でしたね。はい、じゃあ上に上がりますか。上がりましょう。というわけで、はい、お店に来たらたまたまベルちゃんがいたので、はい、ちょうどポタフェスでね、はい、来てくれてるんだよね。はい、はい、というわけで12月14日15日は秋葉原ベルサールにてポタフェスお待ちしております。待ってます。